おはようっす。気温3度。レーンはここで一人食いです。やっと片付きました。はい、解放。はい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 、レンちゃんコーナーだったらな。今ストレッチするな。ざっくり掃除とプレイタイムで1時間ぐらいって感じですかね。まあこの後おさまだ毛布の洗濯類がありますけど、風呂場で、下洗いして、洗濯機に放り込んでやっと終わりました。こんなんですよ朝の。何してんねやろなあちゃん。なあちゃん、おっちゃん疲れた。ロヨジはいますね。あ、で姉ちゃんいないです。あそこいんのね、なぜかアンナですよね。ロヨジはね、バリケンもらったんですよ。この子たちバリケンの方が入るんかもな。あ、ナナもすぐアデちゃんのバリケン入るしな。アンも今入ってんの見てたらバリケンの方が落ち着くんやろね。ちょっとあんちゃんいきなり走り出したりびっくりしたりするので気をつけなくてもいいですね。今も別に何も来てなかったんですよ。何も来てなかったんですけど、いきなりバーって、まあ、この後ろの音とか前にバーって走り出して後ろ振り返ってるから見たけど別に何もなかったんで、まあ、何に反応したのかちょっとわからないですね。ロイちゃんはね、ここの休憩所で僕ここでおやつがいいですって言ってるんですけど、ロイちゃんこっち、まだ滝に行く方、こっち、もう帰り道、もうどっちしますか。もうここでおやつ休憩するんやったら帰りますけどいいですか。さあロイ君は理解したんでしょうか。はい、ということでおやつタイム。はい、アデちゃん、よし、そう、優しくやで、よし、なあ、こ座れ、はい、よし。さあ、どうよ、理解したんでしょうか。山行こうとしてるよ、お前。ここで休憩したら帰るって言ったやろな。理解してない、全然。ロイがステージにやってきました。なんかちょっと怪しいですね。さあ、ちょっと怪しいですよ、ロイ。クンクンしてますけど、もしかして、もしかして、アデ姉ちゃん、王子がね、あくびを始めた。これはあかん。これで俺をチラッチラッチラッチラ見始めたらまずいですね。さあ、耐えろ耐えろ。やるなお前。犬も歩き場じゃないけど、普通に当たっとるから。動画もアップできなかったんですけど、もう本当ね、この子たちのお世話のね、手間具合がね、もう日に日に増してるんですよ。冗談脱ぎで片付ける時間も長くかってきてるし。でん、でんちゃん 11.270 あんま変わってんや。ピンコ、ピンコ 9.4銀ちゃんです。 9.720 です。 11.430 レン超えたな。最後白 9.830 では、また明日の朝うんこまみれで会おう。うんこしっこまみれで。はい、片付け終わってこれですか。あんちゃん、そしてナナちゃんの、夜のトイレタイムですね。